道内の新規感染者の数は4日連続で150人を超えました。このうち、札幌市は7。6人で感染経路不明は40人と半数を超えています。この他の地域では石狩管内で22人、胆振で20人などとなっています。今日10人の感染が判明した小樽市では、市内の水産加工会社で職員6人が感染し、新たなクラスターに認定されました。 またクラスターが拡大している石橋病院では入院患者2人と職員2人が新たに感染し合わせて97人となりました。